家2世川流域、家セ世碑文は、ロシア連邦の家2世川上流域を中心に、点在する古代キルギスが残した、碑文群。古代トゥルク語、特決文字で書かれており、これまでに158もの碑文が発見されている。ワシリエフは1983年に、ラドロフ、オルクン、マロフによる、先行研究をまとめつつ、 それまでに発見されていた家二世悲名を計145個収録し、新たな投資番号を振り、一部の写真とともに全部の筆者、本字を交換した。家二世悲文は内容が短く、主に被送者の名前、称号、年齢、生涯の活躍などを記述し、その内容には記念を直接指し示す記述がないのが通例であり、 その作成年代を確定するのは極めて困難である。しかし、語彙の特徴や、種族標識である、タムガなどを通じて推定可能な場合もある。例えば、E11 悲鳴はその内容から894年から925年の間、E59 悲鳴は、タムガの様式から考えて10世紀初頭から10世紀末と考えられる。 白玉冬、10世紀から11世紀における、特図たたる国白玉冬、10世紀から11世紀における、特図たたる国。ありがとうございます。